秋の島勝み、秋の島勝み、秋の島勝み、1967年3月16日体は、広島県豊田郡秋津町、現在の東広島市出身で双子山部屋、入門時は、藤島部屋所属の元大相撲力士、本名は山中勝み、現役時代の体格は、身長175センチメートル、体重158キログラム、特異種は、左四つ、 より、最高位は、東関分け。愛称は、秋ちゃん。趣味は、日本刀鑑賞、血液型は、A 型、魚座。現在は、年寄り、高田川勝美。中学進学までは柔道を行い、極めて厳格な父や叔父から激しい稽古を課せられて、いたが、力士になろうと志して相撲を始め、全国大会にも出場した。 偶然にも広島に巡業に訪れていた大関、高野花、十二代藤島十一代双子山に勧誘されたことがきっかけで卒業後に藤島部屋に入門した。もともと高野花のファンであった山中は、体が大きいな。相撲をやらないか。と声をかけられると、はいと即答。柔道を続けるものだと予想していた母は泣き、父からは、死んで来いと送り出され。 山中は死んできますと返したという。入門後は毎日100番以上、最大200番という猛稽古で自身を鍛え上げ、入門時128キロあった体重は2ヶ月で約30キロ落ちた。厳格な家庭で育った山中も本当に死ぬかもしれないと追い詰められていたというが、一方で引退して藤島を襲名したばかりでありまだ3代。 前半であった高野花が胸を出すと最後には、高野花の方が降参するなど、稽古場では、驚異のスタミナを示していた。1987年、昭和62年9月場所20両昇進して、藤島平野初の関取となり、1988年、昭和63年3月場所には、若干20歳にして、新入幕を果たした。入幕が決定した際には、 富士島と共に帰郷して、父に報告したが、父は、富士島の前で帰ってきた秋の島に原骨を入れ、もっと鍛えてやってくださいと富士島に頭を下げた。入幕後は、上位キラーとして知られるようになり、金星獲得は、歴代最多の十六個を数えると共に対戦した、横綱すべてから金星を獲得した。初金星は1988年9月場所の大野国からで、 肩太りで重心が低く、腕力も強いため、密着するような左四つになると力を発揮した。出し投げや、両上手から挟みつける取り口も力強かった。横綱の中では特に、朝日富士と相性が良く、対戦成績で、通算十二勝八敗、不戦勝一を含むと勝ち越した。反面、攻めが遅い部分があったため、速攻相撲が得意の相手に取りこぼすこともあり、特に、 ことにしきを大の苦手とし、幕内対戦成績は、秋の島の9勝39敗である。最後の対戦となった2000年、平成12年3月場所では秋の島が勝ったが、その相撲でことにしきは、右肘の故障を悪化させ翌日下球場を、引退の原因となった。1990年、平成2年、1992年、平成4年の頃には、 横綱昇進がかかっていた元大関小西に滅亡を強く小西キラーと呼ばれ小西の最大の壁として横綱昇進を阻止した。また1991年平成3年7月場所8日目には身体をかけていた横綱大野国を一方的に押し出して下したが4勝4敗と不調だった大野国はこの一番を最後に現役引退を明 結果的にインドを渡す格好となった。1994年、平成6年9月場所から1995年、平成7年、3月場所までの4場所間は、10勝5敗を一度、挟んで11勝4敗3度の、計43勝17敗という好成績を残した、ものの、大関昇進はならなかった。追い込まれると強引な首投げに出るという悪い癖があり、特に、 ことに式戦でこの形で幕切れをするシーンが多く見受けられた。これで逆転するケースは少なく、彼の場合は投了の形と見られても仕方ないと言われるものがある。三役陥落後も常に幕打ち注意で相撲を取り続けていたが、2003年、平成15年5月場所14日目の取り組みに、敗れ6勝8敗と負け越し、重量陥落が決定的になり、現役を引退した。 秋の島は、昭和時代に幕内を経験した最後の関取力士となった。同様に、一度は優勝したいと公言して、1992年、平成4年3月場所は14日目を終えて12勝2敗と優勝争いをしたが、先週楽には、琴錦との割が組まれて、これに敗れて優勝を逃した。3勝19回、金星16個の、 隠された記録を保持しており、現役時代には、これだけあったら誰か、支配5つと取り替えてよとこぼしたこともある。引退後、三照受賞と金星の多さについて、大関なれず、平幕在位が多かったということと本人は恥に、思っている。最後の十六個目の金星は武蔵丸からであるが、その金星は武蔵丸が、新横綱の1999年、 平成11年7月場所だった。なお、朝昇龍が横綱昇進した2003年、平成15年3月場所以降は、幕内界に低迷し、結局横綱になった朝昇龍との対戦は、実現しなかった。引退時には大関になれなかった、悔しさを滲ませており、後腕が5センチメートル、長かったら、上がってたと思うと言い残していた。現役引退後は年寄り、 藤島を襲名2003年3月に自身が2002年9月から所有していた山京の名跡と高野花が所有していた藤島の名跡を交換済みするとともに双子山部屋、後に高野花部屋の部屋親方として更新の指導に当たった。しかし自身の引退相撲への出席を高野花が拒否するなど次第に暗雲が漂い始める。 後に年寄り名跡を藤島から仙田川に変更したが、この頃から現役時代は弟弟子だった高野花親方と指導方針や部屋運営の考えの違いからの確出が表面化し、2004年、平成16年9月27日付で仙台高田川が1998年に高佐後一門より破門されて以来、どの一門にも属さない。 無派閥であった高田川部屋に移籍した。高野花親方から移籍許可書類への応印も拒否されたため、波紋をも申し入れる事態に発展。高野花により部屋への出勤停止にあっていたばかりか、出入り禁止にもされて、話し合いの機会を失っていた千田川は、2004年9月場所11日目、9月22日に審判部室で必要書類を出して、 高野花に対して所属部屋変更届の承認を求める事態を起こした。このような確執もあって結果的には、師匠の応援を特別に免除され、保証人として病床に付していた十一代、双子山親方に半を押してもらいごと泣きをたが、これにより、高野花部屋とは完全に決別した。高田川部屋に移籍してからは、積極的に若手力士に稽古をつけるとともに、 2009年、平成21年8月5日には、高田川と年寄り名跡を交換する形で、高田川部屋を継承した。2009年9月5日には、東京都江東区成長に部屋を新築、移転した。新築した部屋には、通常よりも多い5本の鉄砲柱を建て、1日に1000回の、四股と鉄砲を目標として弟子に課し、 相手を山古風な力士を育てたいと抱負を述べた。また、2011年、平成23年1月17日には部屋、継承時から希望していた、二所の関一門への加入が認められた。前期の抱負からして、決別時からの高野花グループ、現、高野花一門への対抗意識下の二所の関一門加入と思われる。同年5月技量審査場所からは勝負審判に、 就任。2017年1月25日には、教会の臨時理事会で、横綱昇進が決定した、稀勢の里館への昇進伝達の使者として、春日野の理事、元関脇土地の和歌と共に、東京都内のホテルに派遣され、昇進を伝えた。2017年11月のムックの記事では、50歳を過ぎてもなお自ら、回しを締めて稽古場に立っていると伝えられている。 大卒や外国人が部屋にいないのはどこから見ても強くなるものを引っ張って聞き出てて,ても面白くないという考えからであり、その一方でここで頑張りたいなら考えますと受け入れを拒絶しているのではないと主張している。稽古場では相撲に詳しくない見学者が目を背けたくなるような激しい稽古が行われ、部屋自体監獄と揶揄される厳しさで知られる一方、考えずに 体の感覚だけで相撲を取った自分のように入るなという思いから、相撲に迷いが見られる弟子がいたら、稽古を止めて、部屋の修道士で対等に意見を言って、親方に弟子が分からないことを質問するという習慣を取り入れている。高田側はこれを、どこにヒントが転がっているか分からない、俺でも気がつかないところもある。だから、酔っ払いの話でも聞きなさいと言ってあるんです、と説明している。 2018年3月28日の職務文書では役員待遇委員に昇格し審判部副部長に就任した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。